皆さん、こんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の17日、12時24分、ワードビジネスサテライトの佐々木明子さんへのメッセージは、ワードビジネスサテライトや各報道機関の方たちや関係者の方たちということでいいと思うんですけども、その番組中で、習さんが伺いますとおっしゃってたんですけども、多分まあ習近平国家主席のことをおっしゃってるんじゃないかなと思うんですけども、まあ別個さんの件ですね、まあ、陳なんとかというその中国、まあ中国語わからないと、あとその陳の後に続いてる感じ、本当に難しくて、わからないんです。まあそれで、まあそういうふうな、まあ別個という言い方で、まあ、ご理解していただけたらなと思うんですけども、我が天下と、我が天下戦国夫婦の件についてですね。まあ実際のダウンロード数、現在表記されている数字が、本当の数だと思われます。世界中への販売で、その300何十万ロードということで、最初の方に出てた1000万ダウンロードであれ、嘘だったみたいですね。で、我が天下戦国夫婦、我が天下の方がその370万ダウンロードで、400万ダウンロードにはまだたどり着いてない状況ですね。まあ、300後半ではあるんですけども、380何万ぐらいかのダウンロード数で、戦国夫婦の方は、我が天下戦国夫婦の方は4万に達してないみたいですね。これが実際的な数字のようです。だからこれは、まあ、テレビとかのマーケティング不足によるものだと思われますね。だからゲーム専門の番組とかを作って、そのゲームを紹介しなかったら、まあ、まあ、ダウンロードしないっていう部分と、あと、携帯電話のね、その機種によるかと思います。その、ダウンロード数に限っては、その、第4世代とかの、携帯電話とか、まあ、iPad で第4世代があるのかどうかちょっと僕わからないんですけども、そういった読み込み速度が遅いものでは、あのゲームは、対応できません。プレイヤーの方が、その、普通にプレイすることができませんので、まあ、第5世代以降の方たち用のゲームです。で、まあ、その辺のところもダウンロードの数に影響を受けてるんじゃないかなと思っています。で、まあ、どこでどういうふうな話になってるかよくわからないんですけども、一時期、テレビを通して言ってくるような言葉で、その、任天堂さんからお金を、受け取ったらいいだとか、何かそういうふうな話をされてる方いらっしゃったんですけども、情報はもう全部よくわかってない人間が、話、よくはしゃしゃに出てきすぎなんですよ。もともと、任天堂はプレイステーションさんに負けてたんです。もうプレイステーション1、2が出た頃に。それでも、スーパーファミコンとその後が任天堂64だったと思うんですけども、任天堂64以降からもうガタガタなってるんですよ。で、Wii とかも、まあ、それまでの任天堂ゲームキューブとか、ああいったものももう全然、鳴かず飛ばずでしたし、Wii U とかああいったものも発売しても一瞬だけ売れたのは。で、まあ数年間何十億円も赤字を毎年出していたっていうのが、まあ任天堂さんの現状で、それはソフトメーカーがついてきてくれなかったっていう部分も大きいんですよ。だからもう本当のところで言うと、だからまあ消費者が求めてるのはね、クオリティの高い作品なんで、まあ我が天下や我が天下戦国夫婦は、まあ三国志系とか、まあ日本の歴史もののゲームの中では、まあ一番だと思いますよ。一番面白いゲームだと思います。これは。まあ、光栄テクモさんとかが聞かれたら、まあ、ちょっと悔しい気持ちになられるかもしれませんけども、まあ、ちょっとゲームの性質がやや違う。まあ、同じ三国志系でも。まあ、そういう新しい分野っていうものを、まあ、開拓した部分も、その我が天下や我が天下戦国夫婦の強みなんですよね。で、その、任天堂を中国市場に開いたから、だから任天堂からお金をもらえとか、そういうふうなことを言ってきた人たちもいました。
けどそこはルール法律で考えたら全然話違うんですよ。私のアイデアで出来上がったゲームだから、まあ、ある程度のお金っていうのはいただけなければならない。で、任天堂は任天堂で僕からの提案であのゲームが出来上がってるんですよ。テレビにも、つなげることができて、持ち運び型であって、っていう、いろんな部分、それとあと各日本のゲームメーカーに、しっかりとついてきてあげてくださいよって、それがなかったら全然無理だからっていうことで、どんだけ良い、ゲーム機を開発しても、それは結局持ち運び方と家庭用ゲーム機を一体化していればゴミの量が少なくなるでしょっていう部分からの発想でもあるんですけども、結局最終的な完成形は家庭用ゲーム機を基本的に作ってるのはマイクロソフトさんの Xbox と、任天堂の、任天堂スイッチだとか、ソニーさんのプレイステーションシリーズで、この、3社をまとめて、中国のゲームメーカーさんはインターネットゲームに力を入れていたと。だから、そこのゲーム機に、参入してくるような形だから、新しいゲーム機に関してはコントローラーもつけれるしタッチパネル式であると、だから両方のゲームが遊べると、そういうふうな形で統合してしまうと、それでゴミの、量を少なくすると。で、消費者は幅広くいろんなゲーム、本当に面白いものを選べる形になると、こういうことはですね、国家間の垣根を越えて、だから その辺のところは漫画アニメゲームとかと同じだと思いますよ。特に映画業界、その正直日本の映画業界もね、1年間にすごく面白い映画10本作れるかって言ったら作る力ないんです。これはもうどこの国も大体同じだと思いますよ。そういうものだと思います。で、それ考えたらいろんな国のね、映画、例えば日本、中国、アメリカ、インド、あとヨーロッパの国だとか韓国あたりですかね、映画作っていらっしゃるの。あとそれも作っ、あ、それじゃない、ロシアも作ってるんですかね。そういうところから本当に良いクオリティの高い作品だけを見たいっていうのが、消費者側の心理であって、やっぱりこう2時間なりの時間かけて見たものが大したことなかったらハズレをつかまされただとか、そういうふうな感覚になるんで、その辺もゲームも同じなんですよ。結局クオリティが勝負なんで、面白いものを作ってるかどうかなんですよ。だからその辺のところは国家間の垣根を越えて、ある程度どうしても競争になってしまう部分はあるんですけども、その辺のところはうまくクオリティで評価して、あとは面白いものを作れた人たちが、勝者であると、こういうふうな社会が健全であると、こういうところですね。だから任天堂スイッチさんは任天堂スイッチさんで、そういうテレビにもつなげて、その持ち運び型っていうようなところで、僕からの案が採用されてるんですけども、それはそれで金一封ぐらいはいただきたいですし、だから我が天下戦国本部に関しては、ゲームのその元々の大元のところの部分から、かなり僕の内容を、最初のスタート地点なんてほぼ 100% で僕の案のものを、そのまま再現して作ってるものであって、で、週末イベントとかもある程度最初の頃からこういったもの、ああいったものっていうのを多々言っていて、で、部署も、その SP 部署、特殊部署、伝説部署のところまでも、かなり早い段階で言ってますんでね、5行とかそのあたりとかの、詳しい内容っていうのは伝えてはないですけども、その5行見てもらったら、本当は土、風、木、水なんですよね。ファイナルファンタジーとかのクリスタルの話を考えてもらったら、もともと4、玄武とか朱雀とか、
何でしたっけ、あの死生獣って呼ばれているあの辺りもあの水土、風木だったと思うんですね。だからあの人間の日々の生活で絶対必要なものっていうものを例えてるんですよ。でそこでなぜ5行で金があるかって言ったら金メダルとか、まあ、金属だとか工業関係だとか、まあ、金のところだけこういうふうにこうなんか お化けみたいにこうねなってるのは、その金メダルそれだけ獲得しといて淡井さんに1円も払ってないのかっていう話でね、ああいう風になってるっていうものもあってね。で、うん、まあ千万の分もそうなんですけども、あの豪華に関してもね、ある程度最初から言っています。あの豪華な衣装なんか作ってたらキリがないって、経費倒りになるって、これは音楽業界に対して、しっかりと言ってるんですけども、あと過剰な演出と飽きていらないから、曲と歌で勝負だから、その辺のところ何かもうちょろ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 小手先でどうにかしようとしたって無駄だから、曲と歌詞がなか、あのしっかりしなかったら、だからその辺のところを豪華っていう形でね、結局最後燃やさなきゃならない大きなゴミになるっていうことでね、衣装だって一体何着作ってるのって、春と秋は同じものでいいでしょって、あとは夏と冬バージョンだから3種類だけあったら十分、それぐらい着てる衣装を同じものにしてなかったらお客様が覚えてくれないんだから。バンドだっていっぱいねデビューしたでしょ、アイドルグループなんか今の時代ものすごいたくさんデビューしてるでしょ、覚えれない本当に。だからエコロジーとかゴミ問題とかそういったことをしっかりと理解してるのかっていうところが表現されているゲームでもあって、だからその辺のところはね、淡井さんの提案でほぼ出来上がってるゲームなんだなっていうところを、ご理解していただいて、まあ、そんなにとんでもない金額は別に要求はしません。で、ですが、その、どれくらいがね、今までの、判例とかで相場はどういうものなのかっていうところ、僕もよくわからないんですよ。で、基本的に、給与の算定表通りの考え方で僕はいいんじゃないかなと思ってるんです。で、基本的に会社は余剰金を持ってなかったらどうしようもないんで、あと、自社で働いている方たちの退職金とかも用意しておかなければならない。だからどういうふうなお金の支払い方になるのかっていうところを、だからまあ裁判所に提出した内容は個人の権利者みたいな形で 2.5% だとか 1% とか、だから書き方2種類用意してるじゃないですか。だから、2.5% で一応、まあ考えてみて、で、特別会議に出席してるわけでもないし、役員会議とかにね。だからもう 1% でいいんじゃないかと思う。だから向こうから連絡も来ないんだから、こんなもんこちらからしたらどうしようもないんじゃないかっていうのが言い分であって、だから、人のアイデアを何でも、お金を払わないで、それで大量のお金を稼ぎができてしまうっていうことであれば、それはおかしな話ですし、だからその辺のところで情報が中間地点の人間とかね、中途半端に話聞いて、こっちはこう聞いてる、ああ聞いてるっていうのは、僕の意見を優先するんじゃなくて、他者で何か、誰かが言った内容を優先しただけでしょっていうことになるんですよ。だからまあ、普通に考えて、給与の算定表の方の話で行くんであれば、大臣クラス並みの、内容の給与なのかどうか、その会社の事業規模ですよね。従業員の方がどれぐらいいてっていうところで、で、大きな売り上げがあるのはまず間違いないんですよ。我が天下よ、我が天下、戦国富豪は。上の方の、その官職の人たち、国高とか、そういう人たちは、例えば最初の1年間で、数百万円使ってるだとか、400万円ぐらい使ってるだとか、そういう風な話、そのランカー1位から10位とかの人たち、そういうふうな話は聞いてますし、実際販売されてるアカウントで引退しましたっていうことで、200万ほどは使っていますっていう方とかは結構いらっしゃいます。で、大体もう僕も結構お金使っちゃった方なんで、本当は僕、少々っていう感触なんですけども、本当は収穫でも負けます。戦ったらまず。
だから中国以上の人たちはほぼ全員、もう9割以上の人が多分100万以上使ってるでしょうね。そうじゃなかったらああいうふうにはなれない。だからかなりの売り上げがあるのはまず間違いない。ダウンロード数が少なかったとしても稼働してるその人数で物事を見てますから、国家に所属してる人の数と、国家に所属してない人の数の割合がどれぐらいかだとか、そういうふうなところで物事を見てるんで、あ、かなりの売り上げがあるなっていうのは分かります。で、だからまあ給与の算定表通りのお金の払い方にするのか何なのかで、スポーツ業界からも本当はあの淡井圭介の頭の中を借りたりとかして試合を買ってるんですから、それ相応のお金を払ってもらわなきゃならない。ただしそれは各個人からお金をもらうということであれば、その 2.5% ぐらいの話にしておいて、だからまあどんな、まあ、金一本みたいな金額になってくると思いますよ。だから、そういうふうなところから集めていかなかったら、もう僕の年齢が46歳ですから、例えば今から家買って、まあ、それが普通の、家で2700万円ぐらいの土地付き一軒家だったとしましょう。じゃあ、それをあのまとまったお金がなかったら返せるかって言ったら絶対無理だし、厚生年金自体が、トータルで1年ぐらい、かけてるかどうかなんですよね、私の場合。だから掛け金がもともと全然足らない、年金と厚生年金を合わせて2000万円以上はなかったら一月15万円の支払いはまずない。で、それももしかしたら65歳以上の人の受け取り金額かもしれない。60歳からだと15万ないかもしれません、2000万年金かけていって。だからそれはあのマクロスライド経済っていうものが平成12年に日本ではあって、そこでいろいろ計算式とか変わったみたいなんですよ、ね、支給される方法とか。一回65歳以上からじゃないと支給されないんだとか、そういう話になってたんですよ。だから法律が途中で法改正とかもあって物事が変わる以上、自分がその年齢になってみないとわからないっていうのが最終的な答えになるんですよね。だから私の置かれてる現状ってかなり苦境で、仕事自体がないじゃないですか。だから早く心当たりのあるところはというか、もう明確になってますから、任天堂さんも早くお金払ってほしいし、だからその辺のところで、エネルギーの残存量問題があるから、そのマイクロソフトさんの Xbox とプレイステーション、任天堂と、プレイステーションと任天堂で、その任天堂ステーションボックスだとか、そこをプラットフォームにして、各インターネット関係で各国のゲームメーカーが参加してくるみたいな形が本当は一番いいんじゃないかなと思います。で、販売方法はそこの、為替相場に合わせて、販売してあげると、ダウンロード方式で。そうじゃなかったらそこの国の人たちのポケットマネーは決まってますから、ちょっと我が天下とか我が天下戦国富舞の金額に関してはちょっと上がりすぎてますね。上記を逸してる金額にまでなってますね。もともとが為替相場が円安になる前の設定の金額で、まあ、日本の、ね、プレイヤーの人たちとかが、200万円以上使ってる方、5年ぐらいプレイしていてザラですから、いっぱいいるっていうことですから。だからまあその辺のところはその国の為替相場に合わせて変更をしてあげなきゃならない。それによってその母国の売り上げがガクンと減ることにはなると思います。だけどもそれはもう仕方がないって思ってもらわなかったら顧客がついてこれない、
もう辞めてしまうから、多くのプレイヤー辞められてます。だから、一回友人申請して、この人はもうゲームしてないなっていうのはいっぱい見かけますから、あとはそういうふうな人たちのデータをどう消去していくかっていうことを表立って公表して行わなかったら、世の中の実態とかけ離れた金額を払わされていたんだっていう、その感覚だけを持たれてね、そのゲームが嫌になって、で、嫌いになってやめられたではね、やっぱり後味悪いですからね。だからそういったところもしっかりと改革しなきゃならないし、だからそれはもう映画でも何でも同じだと思いますよ。音楽でも販売価格はそこの国の人たちのその給与に合わせた金額で、給与の算定表に合わせた金額で設定してあげなきゃならない。あとは為替相場でそこの会社が海外進出するかどうかを判断するべきなんですよっていうことで、物事を進めなければならない。あ、まあそれはもう灯油の巡回販売でも思いっきり目の当たりにしましたからね。自分がその2000年ぐらいの頃に販売していた地域、その頃灯油1缶が790円で、2005年か6年にかけて、大体2005年ぐらいの前後ですかね、それ2005年ぐらいかな、から2006年かな、それぐらいの頃が灯油1缶1500円ぐらいで、一時的にせよ。そこはちょっと値段下がったような気がするんですけども、もうその頃の時点でもうお客さんがもう半分ぐらいになってましたから、だからお客さんからしたら販売価格が上がっていたらやっぱり高く感じますし、それはエネルギーの残存量問題で、ある程度値段は上がってるっていうところは覚悟してもらわなかったら、消費の拡大が増えるから、どうしてもある程度はそうなる。で、掘っていく深さもどんどん深くなっていくから、やっぱり費用も従来の深さよりもかかると、まあこういったことをご理解してもらわなければならない。まあその辺のところはエネルギー事情とそのゲームとかの娯楽の分野は違いますから、そこはご理解してもらわなければならない。で、あとはその労働時間をどう算定するのかっていうことになりますよね。本当は株を渡してそこからの配当みたいな形が正しかったんだと思いますよ。それがどれぐらいの株の量が妥当になるのかだとか、そういうふうな形にはなるでしょうね。かといって私は中国語を話せないですから、英語もかなり不得意ですから、まあ、日本語でその何かを提案してっていうことしかできません。で、そのデータの消去に関しては、これは早急に、お客様に発表して、例えば、3年間プレイしてない方だとか、そういった方を対象にデータ削除させていただきますとか、それも、コンピューターの自動で行うのかどうかとか、それでもし稼働してるお客様のデータまで消えた場合どうするんですかと、バグとかで。じゃあ、手でね、打ち込んで消去していくのかっていう方だったら、一人で1年間で1万件ぐらい消去できるかどうかだと思うんですね。普通の労働時間で考えると。まあ、それがその予算的にできそうなことなのか、できなさそうなことなのかのところでも、まあ、どういうふうな国に進出するべきかっていうことが、あと進出する形、人口規模に合わせて、まあそういうことも決まってくるでしょうし、だからまあその辺のところ実際別校さん の経営陣の方たちや実際現場で働いている人たちにいろいろ状況を聞かなければ、まあ何とも言えない。ただデータが積み重なっていく以上を、まあ、自社のコンピューターを使っていたとしてもいずれ限界が来る。
で、大きなコンピューターを、レンタルにせよ、自社で買うにしても、どちらにしても経費がかかる。だからその辺のところは、お客様の、その、プレイされなくなった、引退された方たちの、データっていうものを、3年間、プレイされてない方はデータ消させていただきますと、そういうような、告知をしっかりとすることですね。だから、まあ、普通にね、営業的に限界が来て、もういついつ、いつにこのゲームはもう終わりますって終わっていくゲームはインターネットゲームでたくさんあります。ですので、その辺のところは、まあ、期限をはっきりと明確に先に打ち出しておくことによって、まあ、お客様からの信用度とか、まあ、そういったことの確保につながるんだと思いますよ。何も言ってこないところが本当に一番怖いですから。ああ、どうせ会社の状態まずいんだろうなって。もうこれが世の中の現実ですかね。どこの会社も同じですよ。何か隠し事があるだとか。いっぱいニュースになってますから。任天堂さんも任天堂スイッチ売っても何年経過するんですかって、1円も僕に払ってくれなくてって。で、淡井圭介と結婚話した人間は、こちらから言った部分もある程度あるかと思うんですけども、もう今の僕からしたら、これだけ、僕の結婚話ね、自分たちで結婚話しておいて、何の返答もないと。ただし、しっかりとした返答ね、ちゃんと各自で自分で電話かけてきて、これも記録化して、後の世代の人たちに開示してあげなかったら、こういうふうなケースで、こういうふうな行動をしてしまうと、相手方は、こういう、これだけ悲惨な人生になるんですよっていうことを、これはしちゃダメですよっていうことを、テレビ局の人たちが理解しないと。電話かかってきたら、わかりました、対応しますの一言ですぐに対応しないと。オペレーターがいないんですから、テレビ局なんか今。インターネットで何かその内容を、送ってください。あとは返答なし。そんな人たちにゲームメーカーとかの仕事とかも振り分けちゃったから、アナウンサーの人とかにね。だからそれは僕は今は失敗したなって思ってます。それは世の中として全然正しくない。で、ずっとその人たちは何をしていたかって言ったら、スポーツ業界含めてずっと参勤交代みたいなことをずっとこの僕の家の周りとか来てね。で、何をし、自分たちが何をしているかっていうことに関して自覚がない。ただただエネルギーの消費。それは、一般的な会社の、経営陣とか公務員の人たちとかも含まれていましたけども、この辺をね、歩き回って、横通り過ぎるだけの人たち。意味がない、全然。それがわからなくなってる。相手から声かけたら自分は許されるんだっていう、相手が声かけなかったか、相手が悪いんだみたいな形で逃げてた連中。もうこの辺身勝手に来た時点でもうその人たちの方が悪いんです。僕に電話かけないと。自分の電話番号とか開示してたし、高島彩音のルートで僕は自分の電話番号を伝えてました。だからゲームメーカーもそうだし、日本のね、スポーツ業界もそうだし、至るところでめちゃくちゃなことしすぎ。そう、社会全体がめちゃくちゃになる。テレビ局なんか開き直って戦争のフェイクニュースをずっと放送している。だから、淡井圭介の件を洗いざらい、全部例えばドラマ化とか映画化とかアニメ化でもいいですし、漫画化でもいいですし、洗いざらい全部全て公表することによって全員実名でね。で、あとその人たちの実際かけてきた社会保険料、その厚生年金だとか、国民年金基金だとか、国民年金だとか、その後どれぐらいからもう仕事がこれだけしかないだとか、そういうふうな実態とか全部世間にさらけ出してね、どういう社会が本当に良かったんだろうっていうことをもう向き合うしかない。で、そうすることによってね、正しい行動っていうのは見えてくるんでね、それによって、今後悲惨な目に遭う人たちの数が減ると。まあ、こういうふうな形ですね。だから、周さんが伺いますっていう話に関しても、以前、もしかしたら、大江真理子は言ってたかもしれませんし、もしかしたら、報道ステーションの富川アナウンサーが言ってたかもしれない、大越アナウンサーが言ったかもしれない。
NHK ニュースウォッチ9の出演者が言っていたかもしれない。ニュース23の、人たちが言ってたかもしれない。ニュース0の人たちが言っていたかもしれない。だけども、それを言った人たちが連絡しないでしょ。ずっとこのままだったら隠蔽状態だから物事前に進まない。そこにはエネルギーの残存量問題があった。各経営陣が一体何をしてたんですかっていう話になります。各会社はね、普通に考えたら横領事件になりますし、それを淡井圭介を精神病院に入れて隠蔽していようとしていたっていう部分は見受けられます。それは政治家の人たちも含めてですよ。だからエネルギーの残存量問題とかで、あんなもの作ったらダメだ、こんなもの作ったらダメだっていうことは、まあ僕からも何回も言ってますし、高速道路とかも含めてですよ。まあテレビの放送の仕方に問題があって、見てる方が誤解するような内容を放送する。そうすることによって建設業界はお金を得ていた、仕事を得ていた。だから建設業界の人間を半分以下まで減らさなきゃならない。で、分かりやすいところで言うと、かなりご老体の方も働いていますね、建設業界の方で。もう仕事を降りてもらわなかったら、若い人たちに仕事回らないから、もうその辺のところも大人の分別だと思いますよ。以上です。ワードビジネスサテライトの、佐々木明子さんや、テレビ東京の皆さん。まあ、その周さんが伺いますの、その話もね、その、誰が言ってるか分かります？その、誰かが言ったことはコンピューターが言ってる可能性もありますから、その日付とか言ってきてます。リアルタイム型の何々ですとか名前なのって。それで聞き取らなかったら無理ですよ、この社会。コンピューターが言い出しますから。以上です。各報道関係の皆さんや、各世界中の、政府、まあ、首脳の方たちに、そのコンピューターの電波とかの、この聞こえてくる仕組み、もちろん未来からの声もありますから、これ分からないんですよ、本当に。その、はっきり的確に言ってくる人間じゃなかったら。カメラマンとしては、コロコロすぐに画面を変えたくならないこと。それで音声を遮断できるから。それしちゃダメ。自分たちの会社に都合悪いからそうしたくあるんでしょって、したくなっちゃうんでしょって。カメラで普通に出演者を固定して映しといたらいいんですよ。であとは淡井圭介さんの言ってくる内容とかしっかり聞きなさいとか、そういうこといいんですよ。どうせフェイクニュース流してるんですから、そこに価値なんかないんだから。以上です。皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、お金を早く、振り込んでくれっていうことですね。口座番号とか、まあ、表記してるんですけども、ただもう、その会社がその書類を通して、まあ、私にね、渡してもらって、で、それを開示する方法が多分一番いいんだと思いますよ。そうすることによって、その相場っていうものが一般人の人たちにも、よくわかるっていうこと。本当はこういうことだと思いますよ。そうじゃなかったらもうみんな、相場も何にもわかんないまま、動いてますし、法律もそうですし、公務員の人たちも、詳しく法律わかってない人たちだらけですから、どうしても窓口の人だけになってしまうんですよ。窓口のことだけの人に。で、さらに言うと、その窓口のことすらしっかりとできていないっていうのが、今の社会の現状なんですよ。公務員でですよ。で、その公務員の仕事を今も人材派遣会社の人間がしてしまってるんですよ。だから雇用助成金とか、ああいうふうなものがもともといらなかったっていうことですよ。それでお金を回して、人材派遣会社の人間とか、政府との、癒着をしてる人たちがお金稼ぎできていた。で、雇用助成金があるから、コロコロ人を変えていたって、こういう仕組みになってるんですよ。いろいろ理由つけてね。だから結果だけ見たらいいって。で、その仕事場からこの人を外したのはなぜっていうことを
問わなきゃならないし、そもそも人材派遣業法自体がいらなかった。直接雇用で、あと雇用助成金とかはいらない。これで余計な建物が建たなかった。ちゃんと質素な節約された建物だけが建っていたっていうことになるんですよ。余分な建設費用は一番お金の無駄遣いだったっていうことがわかるから。まあ、外交は仕方がないにせよ、仕事に関しても余計に飛び回ってる部分はただ見受けられるんで、その辺のところはテレビ電話とかでもいろんな方法がありますから、書類なんか昔からファックスとか遅れてますからね。あんまり移動することなんか本当はない。まあ、一応ワールドビジネスサテライトや各報道機関へのメッセージということにはなりますけども、もう結局再三同じですよね。もう国会議員の人たちも知ってますし、僕のね、そのお金の支払いがない件は僕へのだから、ウィキペディアとかの情報とかで会社の純利益まで、それまで嘘だったらもう僕もお手上げですよ。全員本当はどこの会社も国家賠償法で何とかしてた方って、うん、もうだからもうテレビで嘘を放送すること自体が本当に良くない。健全な社会なんか絶対作れない。もう騙してピンハネして平気な顔して、高い飯食ってる、もうそういう連中がのさばるだけで偉そうな顔してる。でこの辺のそのアリの中町で、もともと畑があったところに、まあ、家が何軒も一軒家が建ってるんですけども、10軒ほどで、そこの中の一軒が、まあ、芸能人関係の人間が出入りしていて、でそこの住宅の前を歩いていた男性老人がボソッとこう言ったんですよ。自分のお金で作ったものが何が悪いとか言ってたんですけども、何々さんですかって聞いてみたんですね、あの表札名を見て。そしたらその人だんまりで、またその人かな、それか、まあ、似たような人で、少し離れたところで吉岡着物呉服店っていうところがあるんですけども、そこの、店舗の裏手に鍵山っていう表札の入った家があるんですけども、うん、そこに、ここなら子供を育てれるとか言って、老人の夫婦ですよ。で幼い子供を連れてそこの建物の中に入っていってるんですよ。もう何してるか実態がわからない。で鍵山っていう名前で僕の関係で思い当たる節があるとすれば、鍵山博信さんっていう方で、まあアニメ関係の歌を歌ってた方ですね。スーパーロボット大戦とか、ああいったところでバンダイナムコホールディングスさんたちと、まあ会社関係で、関係があって、もう今は現場は退かれてる方なんですけども、その人たちの稼ぎで作った家なのかとか、この辺りでも、明らかに普通に買うことはできないような家が何軒も建っていて、まあ、とある一つのところは、芸能人のとある人間が出入りしていて、それは、テレビで見ました。すぐ私の自宅の斜め前なんですけども、で、そこは、建物解体されて、1軒家が2軒、建てられています。要するに何をしていたかって言ったら、せっかく稼いだお金を普通に淡井圭介にお金を渡していればよかったのに、淡井圭介絡みで、作った建物であるとすればですよ、それをしないで、会社のお金の使い方を知らないで余計な建物を作って、もしかしたら僕とは全然関係なしに会社の保養所だとか、ああいうわけのわからない名目、絶対しちゃダメなこと、これは大企業の多くは昔してしまったこと、保養所っていう名目でね。で福利厚生を唱えて一法律だけを読んで、福利厚生という法律はあるだけども、それを一般の働き手の自由要員の人たちにボーナスとかを支払わないで、そんなものにお金を回しちゃダメ、徴収して一法律だけで物事を動かそうとする経営者が一番危ない、世の中を乱す。従業員に普通にお給料を払ってあげる方のことの方が先。
そしてその従業員に問題があるんであれば、ボーナスを差し引く。あとは経営手腕。人を育てる実力があったのかなかったのか。現場がテキパキテキパキスピーディーに回ってないんだったとしたら、それは経営陣の責任。各、管理部門の担当者の人たちの責任。現場のね。だけども、もういろんなところで働いてみましたけども、もうどこもかしこもこれ、もう日本、もう人材派遣会社だらけですよ。ホテルマンもそうですし、もうこれはもう20年ぐらい前から。もう僕が働いた時点でしかわからない。もっと昔からそうかもしれませんけども、医療関係もそう、IT 関係もそう。で、結局公務員のところまでそうでしょ。もうこうなったらもうむちゃくちゃな人たちができませんよ。しっかり出してる人なんか絶対育てられない。だから管理者イコール責任者っていう立場であって、それは自分たちが法廷に呼び出されても仕方がない存在なんですよっていう立場で、頑張って仕事を、覚えてもらって、で、現場での効率化っていうものも考えて打ち出していかなきゃならない。で、そこには、パワハラだとか、ああいうふうな難しい問題もあります。私もその人材派遣会社のその現場を預かるものとして、まあ、人材派遣会社の人間などを、1日で20人ぐらい、現場で起用したりだとか、そういうことはありました。で、現場でね、その、全く怒鳴らないで現場回るかって言ったらそれ無理です。やっぱり気張って、しっかり仕事取り組もうとしてないんであればね、いい加減な仕事してるんであればね、それは叱らなきゃならない、絶対に。マニュアルまで作って、用紙化して、各個人に渡してるんですか、A4 サイズで、大きなもので。見やすくしてね。なのに、たったそれだけの、こんなに簡単なことも、なぜあなたしようとしないのって。なぜお客様に聞いてから、グラスに注がないのって。それは、披露宴とかで、お客様に、例えば、ビール、ウーロン茶、もしくはジュース。これはお客様一人一人に聞いてから、お客様が、ウーロン茶って言われたらウーロン茶、ビールって言われたらビール。それを、ゴブレットに注ぐ。どこのホテルでもできてる当たり前のことが、やっぱりパート3っていうこともあるのか知りませんけども、一方的にビールをずっと入れ続けていた。お客さんに聞かないで。その方が仕事早いから、楽だからっていうことで。それはある程度叱るしかないですよね。なあ、僕が働いていた経験 の、 そのポートピアホテルとか大阪ヒルトンホテルとか、ああいうふうなその、基本的に VIP 相手に、仕事をしているホテルでは、そういうふうな人間は次仕事を入れないっていうような形を取ってましたね。だそれが普通の社会だと私は思っています。そうじゃなかったら、仕事場で仕事を真面目に頑張ろうとしない人間とか多すぎるんですよ、本当にこの世の中。いい加減、本当に。だから、秀和株式会社でもそれは経験しましたし、前日に乗っていた車両で灯油の漏れが始まってるのに、それは給油ノズルの中のオーリングっていう、ゴムのものを交換しなきゃならないんですけども、そこが断裂してることによって灯油が漏れ始めるんですけども、勤務時間が長いから、それ交換しないで、帰ってる。次の日は自分は乗らなくて済む。で、それ乗ってたの僕なんですね、次の日。で、現場行ってから給油ノズルを、トリガーを引いたら、灯油が漏れ始めたと、現場で。で、慌てて帰ってきますよね。で、交換しますよね。で、現場に戻ると、1時間30分以上のタイムロスが発生してると。で、なんとか早く動いて、時間の遅れを取り戻そうとするんですけども、もうそこまで時間の遅れが発生した時点で、方法不可能なんですよ。昔のその販売数量だと。で、階段を上っていくところで、右手と左手に一缶ずつ灯油缶を持っていて、つまずいて、顔面から、階段に頬をぶつけて、灯油缶両方とも破裂して、もうここから、
もうこれぐらいのその列車があって、もう血ボタボタ流しながら、とにかく現場で給油のところまで、現場回って、だお客さんはびっくりされてましたね。それは顔面から血流してる人が来てるんですから。で給油に帰った時にやっと大きな絆創膏を事務所で貼ってっていう状況でしたね。だから、20歳超えてある程度大人としての自覚を持たなかったら、だから法律に関してはそれなりに六法全書とか買って頑張って読み込まなかったら法的知識は身につかないから、その辺のところは会社の先人の人たちとかはしっかりと教えてあげるべきであって、こんなにどこもかしこも横領じゃね、そのテレビ局だって僕からの提案で作った番組がいっぱいあって、まあそれ相応のお金を払うべきなのに一個にお金の支払いがない。それは未来からの声が聞こえてきて、コロナウイルスというものが発生して純利益がなくなってるだとか、もう以前の内容を再放送してるだとか、それで逃げてしまったのか、もうみんな自分の生活が良かったらそれ良かったのっていう話になるから、じゃあなぜ阪神淡路大震災の被災者である淡井圭介を利用したのっていう話なんですよ。だからその辺のところで、この結婚話云々のところの件と結びつくと、金銭面でもその結婚話の件もそうですけども、あと警察官もそれと加担して、この地域のその銀行からね、ジャブジャブお金を出してた連中がいたんですよ、三井グループにね。もともと L 業界に加担していたのが三井グループで、それ発覚してから三井住友グループに変わってるんですよ。旧三大財閥の一角と言われていたのが三井住友三菱です。その二つを合併させたんです。それが私の20歳過ぎの頃です。30歳前までの頃の出来事です。でその L 業界で働いてた人間、キャバクラで働いてた人間が銀行の貸し出しの窓口にいた。黒い服を着て女でね。でそれが藤原大支店。何にも変わってない。そのキャバクラに警察官が4名突入してるんですよ。でその後その話が国会まで上がって三井住友グループになってるんですよ。なのに数年でもう何にも元通りになってしまってる。でこの辺り一区間の駅の間に内科と歯医者は10軒ずつ以上あるんですよ。あと髪の毛切ったりする散髪屋とか美容院とかも大体10軒ほどあります。10件以上多分あると思いますね。何回もいろんなところで倒産繰り返してるんですよ。だからどうせ裁判所行って破産法を通したりしてるんでしょうけども、それか裁判所の方でその厳しい判断でね、あなたたち銀行と組んでたんでしょっていうことで生活保護のまま働いて返しなさいよ、それはもうその地域ではそういうふうな仕事はもうたくさんあるから、もうあなたはもう医者として働いちゃダメよとか、そういうふうな判断を下さなきゃいけない、裁判官が。そこまで裁判官にそれだけの能力があったのかっていう話になるんですよ。だから僕をただひたすらに、精神病院に入院させて隠蔽しようとしていた。で、そこの、精神病院の医者は元警察官とか。これが本当の話だから、もうどうしようもない、この世の中。絶対もう仕事場として公務員として医者とかとして復帰させてはならない人間っていうのは絶対いて、警察官をしていて、医者になるのは絶対にダメで、スポーツ業界の人間が警察官になるのもダメ。スタジアムの建設費用の件で隠蔽に動こうとする人間は多すぎるから。だからこれが今人類が抱えている一つの課題なんですよ、スポーツ関係のね。浪費してるエネルギーとか、建設費用とか、だから建築業界もそこと癒着になってる、確実にね。もともと、プロ野球選手とかで活躍してた人間とか、建設業界とかで働いたりしてるんですから。その社会全体像っていうのを全部公表しないと。でまた三井住友グループとか大企業も全部軒並みノックアウトされます。製薬会社抱えてるところ。いらない薬作って、まだ医者と組んで税金で金儲けしようとしてたんだから。だから根性曲がってる人間が
高額所得者になろうというその考え自体が余ったりすぎてる。それ世間に開示して、その人たちは年金まで差し押さえられるよっていう社会をしっかりと見せつけなきゃならない。今僕の声が一瞬泣き声に変わりそうになったのは、まだ抵抗勢力がいるっていうこと、存在するっていうこと。まだそいつらは分かってない。そういうふうに裁判で負けた医者が何人もいるっていうこと。警察官も存在するっていうこと。で、コンピューター使って本当のこと聞くわとか、そういうふうなことでごまかしてる連中。本当のことだって、淡井圭介の YouTube でいっぱい言っと。あとは覚えてるか覚えてないかや。各自がメモするかどうかや。メモするだけの努力もしないんやろっていうこと。ホテルマンとしては考えられん。メモ帳も持ってきてないで現場に来るっていうこと自体。それだけで叱られてましたよ、私たちの頃は。なんでお前メモ帳持ってきてないねん。仕事覚える気あるのかって。すいません、忘れてました。まあ、僕も人間ですから、ほとんどの日はまずメモ帳は絶対持ってきています。だけども、メモ帳を忘れてくる時もあります。それを、そのメモするところがね、いっぱいになって。だけども、それは仕事を覚える身として、絶対に必要な姿勢じゃないですか。だから、これはどこの仕事場でも同じですよ。メモ帳すらしっかりと持ってきてないような人間働かせてる。もうその時点で大問題ですよ。大した内容覚えられないから。一回家帰ってメモの内容とか整理整頓しなかったら無理ですから、どう考えても。人によって言うことが違うから。だからそこをちゃんと状況とかを見極めて、あ、だからああいうふうに言ったんだな、こういうふうにこの人は言ったんだな、その区別の違いっていうことができなかったら理解ができないから。まあ、こういうふうなことも含めてですね。だから正直、だから日本テレビの報道関係も、ベッコーさんに対して中国、だからその中国のゲームメーカーであるベッコーさんに対して、淡井圭介が文句言ったから、アメリカのジョー・バイデンさんが、習近平国家主席は独裁者だみたいなことをテレビで放送してるでしょ。日本のニュースってもうそういう作り方してる。だから自分で言った内容を今まで精査していって、何を言ったらどういうふうなニュースを作ってるかでもねえ、もう報道機関の人間のアナウンサーなんかなんで高給得れるの、なんでボーナスもらえるのっていう話ですよ。ボーナスっていうのは賞与であって、要するに会社でものすごく頑張ったから、だからボーナスが出るっていう意味なんですよ。こんだけ嘘ついてめちゃくちゃなニュース作っていて社会混乱させていたんだったら逆じゃないって。お金あなたたちが払わなきゃならないじゃないって。そういう仕組みじゃなかったら絶対正しい社会なんか作れるわけないじゃないですか。嘘のニュースばっかり放送して、それが挑発行為であったり集団暴行なんだから。そうじゃなくて、まず自社でできることあるんだから、淡井圭介の提案でできた番組の件に関してはまずお金払います、これぐらいは言えるようにならないと。いついつまでに振り込んでおきますって。で、その内容についてどういうふうなお金の支払い方が妥当かお互い話しましょう。まずはそういうところですよ。でもそれもテレビで生放送とかでした方がいい。良い。相場とか基準とかいろんなことを、それを一般人の人が見て分かるから。内装では触れないっていう部分ありますから、売り上げがなかったらどうしようもないですから。かといって僕一人が泣きを見るのかって言ったらそれは絶対違う。それであなたたちが高視聴率でね、僕からのね、一般的な企業への呼びかけでCM 料ちょっと見立ってもらえませんかと、良い視聴率出してます、番組の内容も良いですと、まあ頑張って作ってくれたから、まあちょっと CM 料上げていただいて、であとはボーナスしっかりと出してあげてもらえませんかと。それでもらってるんですから。だから他国の習近平国家主席とかもこの話聞いても呆れ返るでしょう。そこまであんたたちしてもらっておいて、
だなぜその良い番組がなかなか作れる人間が現れなかったのか、テレビ局に。これもう分かるんですよ、理由。それまで放送してた内容がめちゃくちゃ過ぎたんですよ。脱法行為しすぎ。もう開き直ってる。だからろくな人間集まってきてない。それをテレビで放送したときに、誰が良い内容として受け止めるかとか、これを考えることができなかった。だからその辺のところがあまり何も変わってないんですよ。お金を払ってないっていう形でね。良いものを社会に対して我々は作るんだっていう意気込みが、だからどうせ仕事中にヘラ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 笑い出してるんだと思いますよ、くだらない話をし始めてね。全くなしにしろとは言わないですよ。たまにはそれ言ってしまうことあると思いますよ。だけどもその割合が、1日の割合のうちで1割も足しちゃダメ、絶対に。ほんの一瞬とか、そういう笑い話は。あとはすぐ元に戻らないと、真面目な人間に。忘れちゃうから、仕事の仕方とか。だから、この間、裁判で訴えたときに、自主的に自分から、補佐人になりますとか、参加人になりますって、僕に電話かけた人、一人もいませんよ。これが世の中の実態。もうみんな我がのことだけ。それはエネルギーの残存量問題全然解決できなかったわけですよ。で、多分これは世界中どこの国でも起きてることでしょう。で、結局粟井圭介のことを、ネタにして会社の金使って旅行してたんじゃないですか。やっぱりこういう結論になる。まあ、ちょっとテレビのニュースの作り方で、変な作り方しないこと。多分ジョー・バイデンさん言ってないでしょ。アメリカは独裁者だなんて。ああ、じゃあアメリカじゃなくて中国はなんて。字幕で翻訳してる人間が的確にね、翻訳できてるかどうかのところで、翻訳できてないんだったら、その人たちの給料、賞与とかなしにして、基本給も上げないような形にしないと。もしくは解雇。そうじゃなかったら真面目に翻訳しないから。以上です。皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、世界中の首脳の人たちからしたらね、日本もそんなものかみたいな形で心ないそうになるかもしれませんけども、エネルギーの残存量問題、頑張って解決しましょう。もうそれできなかったら本当にどう考えても終わりですよ。以上です。